ウェットローイングは、ウェイトトレーニングの種目の一つ。主に広背筋、上腕二頭筋、三角筋後部、僧帽筋中下部、肘型筋などに刺激を与え、筋量、筋力を増加させるのに効果がある。背中の筋肉を意識し、腕の力で引かないようにする。オーバーグリップは、上の方へ引きやすく、アンダーグリップは、下の方へ引きやすい。 シーテッドケーブルローイングシーテッドケーブルローイングロープーリーにストレートバーまたはベントラットバーをセットするフットプレートに足を置いて膝を伸ばし背筋を伸ばしハンドルを肩幅よりやや広いオーバーグリップで持ってケーブルがたゆまないように構える息を吸いながらハンドルを引く同時に肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せてゆく 肘が体側よりやや後ろに来るまで引いたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。大胸筋下部から、溝落ちのあたりへ引くと後背筋上部、僧帽筋中下部、大円筋に効き、へそのあたりへ引くと後背筋下部に効く。ロープウリーにストレートバー、またはベントラットバーをセットする。フットプレートに足を置いて、膝を伸ばし、背筋を伸ばし、 ハンドルを肩幅よりやや広いアンダーグリップで持って、ケーブルがたゆまないように構える。息を吸いながら、ハンドルを引く。同時に肩を後ろに引いて、肩甲骨を寄せていく。肘が体側よりやや後ろに来るまで引いたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。大胸筋下部から、溝落ちのあたりへ引くと後背筋上部、僧帽筋中下部。 大円筋に効き、へそのあたりへ引くと後背筋下部に効く。ロープーリーに V バーをセットする。フットプレートに足を置いて、膝を伸ばし、背筋を伸ばし、ハンドルを持ってケーブルが痒まないように構える。息を吸いながら、ハンドルを引く。同時に肩を後ろに引いて、肩甲骨を寄せてゆく。肘が体側まで来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。 三から四を繰り返す、大胸筋下部から溝落ちのあたりへ引くと後背筋上部、僧帽筋中下部、大円筋に効き、へそのあたりへ引くと後背筋下部に効く。マシンのシートに腰掛け、背筋を伸ばし、ハンドルを持つ。息を吸いながら、ハンドルを引く。同時に肩を後ろに引いて、肩甲骨を寄せていく。肘が体側まで来たら、息を吐きながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。